このライブですね、お題で2組がトークをいたします、はい、1人1つずつ指令が渡されていまして、ここがライヤー部分ですね。そうです。クリアするごとにポイントが入ります、はい、どんどん加算されていく、はい、そして1人2枚ずつダウトカードというものを持っていまして、ここです、はい、ダウトカードを出して相手チームの誰がどんな指令を受けているか当てることができれば、うん、当てられた人は×印マスクをつけられて発言権を剥奪されて、その後も残った1人だけでトークをしなければなりません。2人ともダウトを食らったチームはたとえトークが面白くてもその場で負けとなります。褒め事じゃないですけど、うん、ネタ合わせするやないですか、うん、でネタ合わせこれいつも言ってるんですけど、うん、彼やっぱ自分好きなので、うん、あ、そうね、そうなんですよ。それしかないじゃないか。いや本当にこれめっちゃ気になってて、うん、カフェとか行くと鏡あったりするじゃないですか、うん、そしたらネタ合わせしてる最中に鏡見ちゃうんですよ、うん、目が合わないんですよ、ね、で目が合わくなって あえて鏡のないところとか行くじゃないですか、うん、でそういう風に僕はこう移動させてるんですけど、うんうん、席をね、で鏡のないところでネタ合わせしてると、うん、こうなんか時計チラチラ見出して、うん、時間確認してるのかなと思ったら、うん、このちっちゃい画面で自分の顔見てるんですよ、うん、時計の反射で時間を2分3分とか見るかと思ったら自分の顔見てる。じゃあこいつこれ5年間ぐらい鉄板の上で話すんですけど、だいたい今ぐらいの、みたいな、何の間違いかみたいな感じで喋るの。また俺も今の話、時計はすごいな。俺もそうでしょ。ライアートークでもう3回ぐらいしてた。